デビッド・エス・ゴイヤーは、アメリカ合衆国の映画脚本家、映画監督、テレビ監督、漫画家、ユダヤ系アメリカ人である。ゴイヤーは、ミシガン州、アナーバーに生まれ、ヒューロン高校で学んだ後、1988年に、南カリフォルニア大学の映画芸術学部を卒業した。ゴイヤーは、USC の映画脚本家のネルソン・ギディングの生徒であり、 ゲストスピーカーとして頻繁にギリングのクラスに戻っていた。1989年の彼の最初の映画脚本であるブルージーンコップを売り込むために1988年に卒業した。最初の給料では新車のイスズビッグホーンを購入するも買った当日の夜に盗まれた。5イヤーはドクターストレインジ、ゴーストライダー、バットマンビギンズ、ダークナイト、 ザ・フラッシュなど、多数の漫画原作の映画の脚本を書いた。また、1999年8月にデビューした DC コミックスの JSA の原作も執筆した。最初の5冊のためには、ジェームズ・ロビンソンと彼が出す予定の次の号である51までは、その後引き継ぐ予定であるジェフ・ジョーンズと共同で作業をした。映画テレビテレビゲームハット11首ジャーナルハット。 ノータブル論内、USC スクールオブシネマティックアーツアーカイブ a 2009年8月26日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。ありがとうございます。